はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは。レック専任講師弁理士の納富と申します。今日は納富流オリジナル学習メソッドということで、学習法中心に、約1時間ですね、お話をさせていただきたいと思います。今日寒いですよね、すごい。で、夜だったので結構ね、来てくれるかなと思ってちょっと心配だったんですけど、たくさん来ていただきまして本当にありがとうございます。皆さんがね、今日お帰りになるまでに、今日来てよかったなって思ってもらえるようなね、ちょっと話ができればなと思っています。私はですね、このレクで講師をしてもう今何年になるのかな、14年とかそれぐらいになるんですけども、初級のこのベーシックの講座を初年度からずっとやってるのと同時に、中上級コースといって、2年目以降に突入した人たちのですね、コースをまた同じくらいの年数担当しています。で、つまりですね、本当に入り口にかかる方からもう本当に出口にかかる方までですね、幅広いその受験者層のところを見てきているんですけども、どこで大体こう勝負が決まってくるかというと、この初級のですね、一番初めに勉強する入門講座というのがあるんですが、そちらの方が大体4ヶ月ぐらいかけてやるんですけども、大体それが終わったぐらいのところで、先が見えるというかですね、早い人だともうちょっと出口が見えかけるという感じになります。ですから、そういったベースのところが、実はすごく大事で、始め方っていうのかな、一番最初の勉強のその始め方っていうところがですね、その後、短期で抜けるのか、長期かかってしまうのかっていうところを左右しますので、その始め方、勉強の方針ですよね、勉強法というところをしっかりと伝授していきたいと思っています。で、今日はそういう話をですね、していこうと思っているんですけども、まず初級講座なんで、勉強のね、まだしようと思ってるかどうかっていうこともまだ決めてない方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、もしそういう個別のね、何か不安とかがある場合には、またこの講義終わった後に個別相談の時間を取りますので、例えば今自分はこういうお仕事をしててとか、こういうバックグラウンドなんだけども、弁理士になって活躍できる場があるかとかね、そういうことを不安に思われていて、まだその踏ん切りがつかないっていうことであれば、一人でやっぱり悩むのは良くないですし、でましてやその勉強っていうのはやっぱり最低限の勉強時間が確保できないと合格できないです。で、大体1年で合格される方でも1500時間から2000時間ぐらいの時間を要するんですね、最終合格まで。ですからその時間を必要とするということはですよ、極端な話、明日から始める人と開講日から始める人とではもうスタートがだいぶ違うわけですよね。なのでうちのクラスではこういう形で、さっき紹介があったかもしれませんけども、先取り受講という形でもうすぐに勉強を始めていただいて、開講日には少なくとも入門講座の特実の部分は終わっていただいて、でスタートをですね、開講日に切るという形を取っていただきたいなと思っています。でその方がですね、やっぱりその勉強時間のところで、1500から2000かかるわけだから、早くね始めた方が有利だっていうことも、物理的に言えることですし、あとはやっぱりそのベースになるところ、今日ね冒頭でお話をしたようにベースになるところがきちんとできてるかどうかで、その出口がもう早く見えるかなかなか見えないかっていうところが変わってくるので、そのベースのところを先取りすることによって、結局生講義に出られる時、開講日が5月の末ですけども、その時には言ったら2回目っていう形になりますよね。でそうするとやっぱり全然違うんですよ、定着度とか理解度っていうのが。だから開講日に初めましてでスタート切られた方は、大体もうその講義終わった後に質問すら出てこないです。何がわからないのかがまだわからないから。
大体その今今日ね、あの皆さんがこうやって来られる前は5時までここで講義があったんですね。私の講義があって、このクラスって大体この椅子全般全員が座ると130人マックスの教室なんですけど、うちのクラス120人ぐらいいるんです、大体毎年で。出席率がもう8割9割ぐらいずっとキープしてて、もう来月でこのコース終わるんですけど、それでもまだそのこの辺しか空いてないような状態なんですよ。この一番前ってちょっとあのデータ音声データ取って変えられるんですけど、ハウリングしちゃったりとかするんで、ここに座られる方はちょっと音声取らないでくださいっていう指示をしてますの で、 でそうするとここちょっと空くんですけど、2列目からもうあの端に至るまでもだいたい全部いっぱいになってるぐらい の、 あのクラスなんですね、ベーシックのクラスって。であのそういうあの形でねやってるんですけども、だいたいそのまあね、あのベーシックで最初にね始めましてっていうふうにあの来られるよりも、だいたいその質問に終わって並ばれる方っていうのはもう先取りをして、ある程度やっぱりこう予習ができた状態 で、 で次 の、 その、ね、生講義がその2回目っていう状態の方が、やっぱり質問っていうのは分からないことっていうのが分からない状態だと質問すら出てこないので、なのでやっぱり先取りをねあのしてもらいたいなと思ってるんですね。ですので早くまあ皆さんがねスタートを切ろうと、ね、決断があのできるためには、もしかしたらそういう何かあの根底に何か悩みとかがねありかもしれないので、まあ、そういうことはちょっと個別にあの事情を聞きながら相談に乗っていきたいと思ってますので、まあ、もうここからは勉強するという前提でお話を進めていきたいと思っています。でまずちょっとレジュメをですねあの開けていただきたいんですけども、合格のための10か条ということで、まあ、ちょっと柱を立てながらまずあの全般の話をしていきます。でまず1つ目は能力×熱意×方向性というふうに書いてあるかと思います。でこの方程式はあの稲盛和夫さんって、ね、ご存知かもしれません。あの京セラの名誉会長の方ですね、まあ、経営塾とかされていて、まあ、いろんなこう本とかも書かれている方なんですけど、清和塾というですね経営者向け の、 あの塾をねあのされているんですね。で特許事務所もまあ経営が大事な時期、まあ、時代になってきましたよね。昔はもうね座っていたらどん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 仕事が入ってくるような時代も当然あったんですけども、今特許事務所の数もだいぶ増えてきてますし、大手企業なんかだとやっぱり自社出願をする率もだんだん高くなってきているので、特許事務所もですね、まあ、その座ってて自動的に、ね、業せずに仕事が入ってくるような時代ではないですから、やっぱり経営学というものをねあのどの事務所の所長さんも、まあ、勉強されているわけですよ。でその一般の企業の社長さんなんかが入っておられる清和塾っていうところに、あの私の事務所の所長も勉強してあの行ってまして、事務所にはいっぱいその稲盛さんの本とかがいっぱいあるんですね。で私もまあこういったあの受験指導とかいろんなこうねあの、セミナーとかすることがあるので、まあ、そういうこう人への伝え方とか、まあ、その考え方ですね、目標達成するためのその実行力とか、そういったものについて、まあ、勉強したりとかすることが多いんですけども、私が受験と同じだなと、その経営に関して結果を出すために必要な方程式として稲盛さんこの3つの要素を挙げられてるんですけども、受験勉強とこれはまるで同じだなと思っていることなんですが、合格するためには能力と熱意とで方向性の3要素が必要で、しかもこれは掛け算であるということを言ってるんですね。足し算ではないと。で足し算であれば、例えば、まあ、能力と熱意が、まあ、まりなくても、まあ、方向性のところだけあるってことはないかな。あまり能力が高くなくても熱意と方向性の部分でカバーができたり、まあ、どこか足し算だったらどこかがマイナスでも大きくプラスの要素があれば結果としてプラスになるじゃないですか。だけどもマイナスだった場合、例えばこれが掛け算でマイナスだと能力すごく高くて勉強する熱意もすごい高いんだけども、だけども勉強する方向性、つまり勉強法が大きく間違っていた場合には結果として結果大きなマイナスになりますよね。で経営もそうなんだってことを言われてるんだけども、受験勉強はもうまるでそうなんですね。
ですから、まあ、1年合格者の体験記とかレック結構ね1年合格者好きなんで体験記出してますけど見てもらったら分かりますけどね、そんな東大生ばっかりじゃないんですよ、うん、で東大で例えばまあそのね何て言うのかな実務経験があってとかね、そういう人ばっかりからこう合格していくわけではなくて、むしろ全くなんか素人で全くなんかこの業界には無縁で、うん、だけども1年で合格しましたっていう人の方がむしろ多いんですよね。で高学歴の人ほど何が陥りやすいかっていうと、まあ、高学歴の方で頭が良くてパッと受かる方も当然いっぱいいらっしゃるんだけども、私はそのグラフにすると大体こう U になってると思ってて、高学歴の方ってどういうことかっていうとですね、早く受かる方も多分ね高学歴の方いっぱいいらっしゃるんですよ、頭いいから。だけども逆に10年とか、まあ、5年以上ですね、長期だなって私たちがやっぱり長期合格者って考えるのは5年以上なので、そこにかかるところにもこう人数が伸びるんですね、学歴の高い方で。どういうことかっていうとですね、成功体験を持ってるでしょ大学受験で、自分のちゃんと勉強法を持ってるんですよ大学受験とか、まあ、もしくは、まあ、改正とかね、麻布とか、今日ちょうどねセンター試験ですけども、やっぱりねいい大学に行こうと思うと今結構ね中学受験から勉強がね始まりますから、中学受験とかもこれからねありますけども、そういった中学受験なり高校受験なり大学受験でやっぱり成功体験をお持ちなんですよね。でそうするとそれをやっぱり自分 のマニュアルとして持ってらっしゃるので、自分のやり方で勉強しようとするんです、弁理士試験の勉強も、うん、だけどもやっぱり資格試験の勉強ってまるで違うし、ましてや知財っていうもの、特にこの実務に直結する手続き法なんですよね、特許法っていうのは。でそういうものっていうのは今まで皆さんがたとえ法学部で法律を勉強してきてらっしゃるとしてもですよ、特許法以外のところでね、例えば民法だったり刑法だったり憲法だったり、うん、それでもやっぱり違うんですよね、この資格を取るための勉強と受験勉強とっていうのはまるで違うんですよ。単に学問を勉強するっていうものではないんですね。皆さんが実務家としてデビューするために必要なその実務マニュアルに近いものをやっぱり身につけなければいけないので、処理能力だったりとか、うん、まあ変な話日付の計算なんかもあるんですけども、そういったところも法律の試験といえどもあるんですよ。ですからやっぱりその扱うものが違いますから、今までのその自分が例えば大学受験で私は成功しましたって言っても、その成功体験をズバリ当てはめようとすると必ず無理が来るんですね。ですからそこは切り離してね、今自分がどういうベース状態にあろうとも自分はゼロから始めるっていうまっさらな気持ちがないと、なかなか受かるものも受からないし、せっかく能力が高くてもこの方向性の部分で間違ってしまうと大きなマイナスの結果になってしまうんです。でむしろそんなに能力高くありません、まあ、熱意は欲しいんだけども、そんなに能力高くありませんって言っても、勉強法がガチッとね短期合格のための勉強法に合致していれば結果はおのずとついてきます。で一番やっぱりこの3要素の中で大事なのは方向性です、勉強法、うん、それに尽きるんですね。ですからまずうちのクラスではですね、皆さんが1500でまあ受かるとするじゃないですか。でそのうち1年のこの1年合格ベーシックコースで費やす時間っていうのは、まあ、もろもろあとそうですね直前期の模試だったりちょっとオプション講座なんかも当然あるんですけども、まあ、そうは言っても大体ベーシックで9割9分ですから、その中で使う時間って300時間ぐらいなんですよ、うん、ですから1500時間のうちの1200時間、まあ、1000時間以上はですね、皆さんは講義を聞いてない時間、予備校に来てない時間なんですね。ですからそっちの方が圧倒的に多いにもかかわらず、そこでじゃあ自由に勉強しちゃう、自分の好きなように復習をしちゃうと、当然この方向性の部分が大きくやっぱり歪んでくる可能性があるので、うちのクラスではまず入門講座走ってる間にも宿題を出します。これやってくださいねってことを1週間単位で宿題を出します。でもう一つ担当基礎力完成講座、まあ担当の勉強に
入った時には1週間ごとのスケジュールというものを配布してます。まあ見本が後ろにも、まあ、実際受講してた方のねファイリングした見本があるので、まあ、終わったらちょっと見てもらったらいいかなと思うんですけど、あ、見本がこの後ろについてないかな、そういえばついてますよね。19ページレジュメのね19ページに12月17日からの、まあ、3日間にしかこれ載ってないかな、3日間しか載ってないですけど、実際はこうやって1週間分を掲載してるんですよ。でこの今プロジェクターに映したものは、10月15日これまあ実際短期層の開講日ですね、今期ので、開講日から20日の金曜日までで、で土曜日は講義があるので日曜日始まりの金曜日終わりのスケジュールを1枚1週間に1枚配布してます。でこれはその日何をしてもらいたいかっていうことの指示書なんですね。で1週間、まあ、6日の欄ありますけど最終日は調整日という形で開けています。でこれはやっぱり社会人の方大半なので1週間の間で毎日毎日コンスタントに2時間から2時間半勉強時間取れるとは限らないですよね。で私のスケジュールはだいたい1日につき2時間から2時間半くらいの勉強量で指示をしているので、その時間がやっぱり確保できないとちょっとこう滞留してくるんですね。でそれをちゃんと調整するための日っていうのが10月、まあ、これだと20日の金曜日になっています。でこういう形でその講義に来られてない間のプロデュースというものも方向性でガチッと定めることによって、その間違った勉強法で間違った時間を使わないっていうことをやっています。で大体まあだからうちのクラスの方ってね、まあ、1年目こう過ぎるじゃないですか。で1年目終わって2年目にこう突入される方でもやっぱり1年目でスケジュールがちゃんとついてこられた方はそのまま合格していくんだけども、大体失敗された方の大半はちゃんとスケジュール通りに進められなかった方です。まあ、それはいろいろあるんですよ。仕事が忙しくてなんか1ヶ月2ヶ月やっぱりこう滞留する時間があってうまく調整できなかったとかね、そういうこともあるし、あるいはもう本当にスケジュール配布されてるのに中には自分勝手に進めちゃってっていうこともあるから、そういうこともあるんですけども、基本的にはこのスケジュールは私の方でアウトプット量も調整しながら何から進めて、まあどの時期に何をするのかってことも考えた上での調整なので、まあ言ったらこれがノウハウなんですよ。うん、ですからまあ本当は門外不出のっていう形で私のクラスでは使っています。で毎日毎日やって、で本試験の前日までのねスケジュールを皆さんに配布し続けることによって、本試験では終わりきらなかったとかそういうことがないようにしています。本試験が終わった後にだいたい相談会なんかするとですね、だいたい先生失敗したって来られる方の多くの方はやっぱり間に合わなかったっていう方が多いんですね。で何が間に合わなかったかというと、取り残したテーマとか方域とかそういうものがあると。本当は例えば過去問を10年分を3回回そうと思ってたんだけど2回しかできなかったとか、あるいはまあ特実、異常、条約、不調の順番で大体勉強するんですけど、そうすると大体特許割らなかったっていう方は普通に勉強してていないですけど、でも最後の下三方って条約不調のところまで手が回らなかった、でその間にも本試の日が来ちゃったってことあるんですね。で本試験っていうのはやっぱりもう日が決まってますよね。もう今年は5月20日って決まってます。でそうするとその日がやっぱりもう決まってるんだから、逆算して今何をしなきゃいけないか、どの時期にどういう状態にあらなきゃいけないかってことは決まってるわけですよ。ですから担当試験の一番の秘訣っていうのは、本試験に、まあ、つまり試験の日に知識のピークを合わせることなんですね。うん、でそのためにはどの時期に何をどれぐらいの量でやっとかなきゃいけないか、順番もすごく大事です。例えばこういう人、面白い人いるんですけど、面白いって言っちゃったらダメなんだけどね、毎年毎年、まあ、何回も何回も受験されてる方でリセットするわけですよね。本試験でダメだったらまたこうリスタート切るためにリセットするのはいいんだけど、特許法の1条からやるんですよ。うん、で特許法の1条から順々にこうやって、で要は終わりきらなくて本試験が来ちゃって、でまた1条からやり直すんですよ。まあ、几帳面なんですよね。でそうするとやたら特許法の前半すごい詳しいんですけど、うん、全くノーマークの法域がやっぱ出てきますよね。うん、でも本試験というのはそれが一番まずいんですよね。
でもっと言うと条文っていうのは、まあ、この後ちょっと出てくるんだけども、平等ではないので、理解して解ける問題と暗記しとかないと解けない問題とかあるんですね。でそれを私は理解系の条文とか暗記系の条文というふうに分けてるんですが、理解したことってなかなか抜けないでしょ。皆さんも理系の方多分たくさんいらっしゃると思うから分かると思うんだけど、解けるようになることはそんなに忘れないんだけど、だけども昨日覚えた漢字今日、ね、漢字テストされて半分もできませんってこと結構あるじゃないですか、うん、で条文もやっぱりそういう要素があって、なかなかやっぱりもう無味乾燥で、ね、こう飲み込まなきゃいけないものっていうのはすぐやっぱり忘れちゃうんですよね。でも理解して解けるようになったものっていうのはなかなか抜けないので、やっぱり進め方としては理解系の条文から進めて最後直前期に暗記して何とかするっていう形が理想的なんです。でも皆さんの中では当然それはノウハウとしてお持ちじゃないはずだから、私の方でその条文は並び替えてあります。だからスケジュールは講義をベースにはしていますけども、適宜適宜忘れてる頃だなと思ったところに、まあ、そういう条文を入れていったりとかしながらスケジュールを作っているので、もう本当にこの通りにやってもらいたいんです。これこそが、まあ、言ったら皆さんが、ね、決して安くはないお金を払うことだと思ってます、うん、まあいろいろねやっぱりやり方っていうのはあると思うんですけど、私がまあ10年以上こうやって受験指導をしてきて、皆さんに何が足りないのか、長くかかっている人に何が足りないのかって能力では絶対ないです。それで差がつくことはまずありません、うん、で一番やっぱり影響するのは勉強時間の確保ですね。やっぱり最低限の勉強時間が確保できないんだったら受験生活は無理です、うん、だからもう例えば毎日ね10時過ぎに家に帰ってきます。朝6時には家を出ないといけません。でご飯食べて、ね、寝るだけの生活ですと。でもすぐ出勤しちゃって、で休日出勤も多々あります。そういう方がじゃあ弁理士試験に受かるかって言われると、私はやっぱり自分の立場講師ですから、レックの方はそれでもね受けろって言うかもしれないけど、でも私はやっぱり講師の立場として無理だと思う。それだとその勉強時間、もう勉強時間ゼロですよね。はっきり言ってちょっとした休み確保できた時にしか勉強できないんだったら無理ですよ、うん、でやっぱり最低限通勤時間を使ってでもいいから2時間から2時間半の勉強時間が欲しいです、うん、で入門講座は宿題の一つに音声データを2回聞いてきてくださいねっていう宿題を出しています。要は講義データを取って帰っていただいてるんですけど、自分で取って帰らなくてもウェブフォローという形で通信がついてくるんで、うん、通信講座がついてくるので、それをまあ使っていただいてももちろん構わないんですけどね。だけどもまあそれだと翌日夕方アップとかなのかな確か、うん、だからまあちょっとタイムラグがあるんで、皆さんはだいたい自分のまあなんか iPhone とか音声データを取れる機械持ってこられて音声データ取って帰られるんですよ。で欠席した時にそのウェブフォローをだいたい皆さん使われてる感じです。で取ってこられた音声データって多分どの機器も今2倍速とかで聞けるんです。3倍速ぐらいまでいけるはず、 1.5、2、2.53 みたいな感じでできるはずなんですね。で1回初めて聞くときは当然ね、まあ予習っていうかその先取り受講してるとはいえ、そんなにパッと聞いてパッと分かるようなものだったらパッと皆さん分かるわけですよ、苦労せずに。やっぱり1回聞いたぐらいだと半分ぐらいしか理解できなくて、でやっぱり2回3回同じ講義を聞いた時にだんだんやっぱりしっかりと定着していくんですね。でベースを作る時期っていうのはそれが一番の勉強です。過去問に飛びついちゃダメ、初めから。まずしっかりと講義を聞いてしっかり理解することが一番の勉強なんですよ。でそれは2回目3回目だと、私今日はかなりゆっくり喋ってるんですけど、うん、これかなりゆっくりな方なんです。で一つはちょっと喉の調子があんまり良くないんですけど、もう一つはやっぱりガイダンスなので、まだね私のこの話し方に慣れてらっしゃらないからちょっとゆっくりめに喋ってるんですけど、もうちょっとかなり早いんですよ。これの 1.5 倍ぐらいで講義はしてます。それでもね、皆さん2回目3回目の音声データ聞くときはだいたい2倍速では聞かれてます。そうすると3時間で1コマなんだけど1時間半で聞けちゃいますよね、うん、だから次の講義までの1週間後にまでに2回聞いてくださいっていうのはそんなに大変じゃないはずなんですね。
でその上であとアウトプットの過去問だったりとかちょっと追加で演習問題出したりとかしながら宿題を出して過ごしていただくようにしています。でそういう形で、まあ、プロデュースをねこうしていくんですけども、まあ、それがまあ一番の方向性なんです。でそれはやっぱり私のさじ加減なんで、その皆さん その短期合格1年後に合格することを一応前提として、私が逆算して今の勉強量どれくらいの量が必要っていうことをしてますけども、それがまあいわゆるノウハウですから、それをしっかりとねやっぱり吸収していただくってことが一番大事かと思います。で次に2つ目に、この試験は条文の試験であると書いてあります。一応法律の試験です。ちょっと計算的な要素とか処理の要素とか試験の中には出てきますけども、ベースになるのは条文試験なんですね。ただ条文だけを勉強してて合格できるかというとそうではなくて、実は条文プラスアルファが試験範囲なんですね、でそのプラスアルファっていうのは具体的に何を言うかというと、そこまあちょっと書いてありますが、審査基準というね、実際特許庁の審査官が審査をするために、まあ、用いるマニュアル書みたいなものですが、そういったものから出ることもありますし、あと判例ですね、まあ、知財高裁最高裁を中心とする判例で、あと基本書、学者さんたちが書いた、まあ、基本書の一部が出題範囲になります。でただそれ全部の本を並べると結構な量なんですけど、出題される域というのはあくまでもプラスアルファの域を超えません。条文が中心になってそこに争いがあったりとか解釈があったりとかするときに、まあ、プラスアルファされるような形になるんで、そこの幹をやっぱりしっかりと持たないと、なかなかそのプラスアルファのところも理解ができないし、不必要に広げることによって長くかかるってこともあります。で特によく大学で知財を勉強されてた方は、大学での知財のその力を入れる部分と、この弁理士試験で力入れて通ってくる部分とにかなりズレがあるんですね。大学で知財を勉強される場合っていうのはやっぱり学問的に面白いところを取り上げるんですけど、この弁理士試験で力を入れるのは皆さんが実務家としてきちんと独り立ちできるためのベースになる条文なんですよ、だからちょっとズレがあるんですね。ですからやっぱりその辺もその広さっていうものをきちんと受験的に限るっていうことがすごく大事で、そういうところもしっかりとやっていかなきゃいけない。で例えばそのプラスアルファの範囲を、じゃあ私はどのように取り扱ってるかというと、そのレジュメの中の5ページ以降のところにノート見レシピというのが、まあ、見本でちょっと一部掲載しています。例えば、まあ、その条文をベースに勉強すると言っても、条文が何個か集まって一つの、まあ、物語というのかな、テーマを形成することがあって、まあ、そういうものの単位でこうまとめた基本レシュメと言われるようなもので、例えば特許権で29条っていうものがあるんですけど、まあ、それをちょっとこう、ね、読み物的にまとめたものとか、あとは審査基準で、まあ、この関連するところで試験で大事なところだけ出るところだけを、まあ、ピックアップしたりとかですね。あとは次の10ページのところが衣装のレシピなんですけど、定義とか覚えなきゃいけないものもあるんですよ。でそれをこうまとめて定義集にしたりとか、あるいは次の14ページ見ていただくと、ちょっとマトリックスの表みたいなのが出てくるんですけど、実は私これね、実用新案でも取りたいなと思ってたぐらいなんです。もう高知にしてもう何年も経つからもう今更取れませんけど、何かっていうと、審査基準って結構膨大な量なんだけど、それのこれ言ったらまとめなんですよ。でこれだけ見たらありなしとか書いてるだけだから当然 まだ理解できないと思うんですけど、これねちゃんとその登録要件の勉強した後にこれで整理するとものすごい便利な表なんです、だからうちのクラスの方でこの登録要件の判断が、ね、きちんとできないっていう人はいないと思う。きちんとこれでやれば絶対間違わなくなりますから。でそういう、ツールですよね、勉強するツールなんかを載せたりとかするのがこのノート見レシピって言われるもので、審査基準だったりそういうものに関しては条文から読めない部分ですけど、プラスアルファで必要な範囲だけを掲載したものだから、不必要に勉強の範囲を広げてほしくないというところが私の、この教材を作った趣旨なんですね。であとはその定義集なんかをここに載せてるんですけど、勉強されてきた中で経験もおありだと思うんだけど、
読み物として書かれている文章の中から言葉の定義を抜き出したりとか要約をするっていうことって結構難しいっていうの分かりますよね、うん、特に難しいことを勉強しててそれを要約するわけだからまず物理的に時間がかかっちゃうってこともあるんですけど、私が一番危惧しているのはそれよりも正確性を失うことなんです。本当に理解していることだから短くまとめることができますけど、ちゃんと理解してないことを要約できないじゃないですか、うん、だから自分で定義集を作ったりとか短くこう要約したりとかする方いらっしゃるんですよ。特に几帳面の方は気をつけてもらいたいんだけど、自分でなんかその 何でもツールを作りたがる方いらっしゃいます。定義集とかこう単語帳みたいなの作ってね、うん、で自分で作らないとなんか気持ち悪いんですみたいな方いらっしゃるんだけど、中身は私のを使ってほしいです。もしこの中の単語集をね、単語帳みたいなものに移して電車の中でこうやって覚えるからとかだったらいいんだけども、うん、自分で一から掘り起こすのはやめてほしいんです、うん、それは一番怖いのは正確性を失うから。要約した途端に意味が変わるってこと大いにあります、うん、だからそれがやっぱり不合格にもつながってくるので、私の方で、まあ、手間がかかることと正確性が必要なことはまあ、担うとね、私の方で担うというような趣旨もこのレシピにはあります。ですからその戻って、そのこの試験は条文の試験であると、そのプラスアルファの域を区切りたいと限りたいというのがまずノートミレシピの趣旨の一つなんですね。で次に3つ目で、条文は平等ではないと。これまあ先ほど申し上げましたけども、条文っていうのは理解して処理していく系の条文と暗記しなきゃいけない要素がある条文があります。で条文によってやっぱりそのどこまでの深さ勉強しなきゃいけないかっていうことも変わるんですね。例えばこれもちょっと私はツールを使っていくんですけど、担当基礎力完成講座っていうものに入った時にはこの N プロジェクトシートっていうものを配布します。で条文っていうのは、まあ、要件効果で成り立つものが多いんですけども、その要件の中で主体要件をまあ聞かれるもの、客体要件を聞かれるもの、まあ、そのどの部分を出題されるのかっていうことをですね、まとめたシートがこの N プロジェクトシートっていうもので、皆さんのレジュメの見本の最後のページに見本が載せてあると思うんですが、一番初めが条文番号、一番左が条文番号が並んでいて、で要件として客体要件が聞かれるものに関しては、まあ、主体要件が聞かれるものに関しては主体のところに丸がついていて、で客体に関してはまあ客体のところに丸がついているとか、まあ、そういうような感じで書いてあります。だから条文を読む際にどの部分を覚えなきゃいけないのか、どこが取材のポイントになるのかっていうことを指示したシートなんですよ。で主にここチェックしてねっていうところが、まあ、チェック事項っていうところにまとめてあります。でこれを、まあ、この法域ごとに全部私が作っていて、でそれをまあ皆さんに配布して、特にその復習をする際に条文のどの部分を理解しなきゃいけないのかってことがずれないような形 のチェックシートなんですね。でよくですね、まあ、もし、ね、勉強の経験がおありだったら分かるかと思うんですけど、条文集って、まあ、同じ文字の大きさで同じ文字の太さで書かれてあって、どこが重要だから太文字になってるってことないじゃないですか。ですからなんとなく自分でここ重要そうだなとか、過去問でここ出たことがあるからっていうところを、例えば色分けをしたりとか線を引っ張ったりとかしながら条文をこう作っていくような形を取ると思うんですね。まっさらの条文のまま読み込んでいこうなんていう人はあんまりいないと思うんですよ、うん、でも例えばそのね、勉強ある程度自分はしたんだと、でも本試験では結果出なかったっていうことで、で条文集を持ってこられる方は結構いらっしゃいます、相談会の時に。でパッと見た感じですよ、パッと見た感じはすごい色分けもしてて、すごい書き込みもしてて、もうこんな分厚くなってて、ね、すごいなんかなんていうかノウハウが詰まったそうに見えるような条文をお持ちの方いらっしゃるんですよね。で見た感じだとすごい勉強して頑張ったなって思うんですけど、でも私たちが見るとですね、線引っ張らなくてもいいところに引っ張ってたりとか、逆にここ出るのにマーカーが引かれてないとか、
出るところとマーカー引いてるところにズレが生じてるってことが大いにあるんですよ。まあ、引きすぎっていうことも当然ありますよ、うん、ですからやっぱりその出るとこ重要なとこに合わせてマーカーは引っ張らなきゃいけないし書き込みをしなきゃいけないし、やっぱり出題される深さが分かっていてそこが分からないのに何も落としちゃダメなんですよ。そこがすごく大事なとこなんです。ですからそこをまあ示したっていうのがこの N プロジェクトシートっていうもので、だから講義の中では、まあ、よく私はいここマーカー引いてとかこの、コメント入れといてとかそういう指示をしながら特に担当の勉強に入った時にはやっていきます。で情報を条文に一元化して最後その状態で、まあ、条文を読み込んでいくっていうね、そういうツールとして完成させるんですけども、その場合にやっぱり基準になるのは条文は平等ではない、とこの条文は主体が出るかもしれないけど隣の条文は出ないよとかですね、そういうことも大事なのでそういうところをきちんとやっていくっていうことですね。で4つ目、担当と論文を分けるべからずってことですが、これはケースバイケースでちょっと考えていかなきゃいけないんです。さっき1500から2000って言いましたけど、それまあ最終合格なんで1年でとても取れないわって言うんだったらやっぱり現実的に2年っていうことになりますよね。だから1年目は担当で2年目は論文っていう形を取られる方結構いらっしゃるんですけども、その場合でもやっぱり1年目に最低限やっとかなきゃいけない論文の勉強もあるし、で昔はですね担当と論文と口述試験という3つの試験で重なる3つともが重なる範囲というのはあんまりなかったんですよ、うん、だから担当で出たところはむしろ論文で出ないし、論文と担当で出たところからまあ口述で出るみたいな、だからこう担当でもう出ちゃったらそれ以外のところをむしろちょっとマークしていく次の試験ではっていうような考え方があったんですね。でも今はほとんど出題される範囲に幅がないんですよ。ほとんど同じような感じで重なるところがものすごく大きくなってきてる、うん、ということはですよ、これ担当受験される方が論文に臨むのには有利なんですよね。担当の勉強してるからこそ論文で解ける、間違わずに書けるってことも出てくるので、なのでやっぱりその担当の勉強の力を論文に生かせる時代だからこそ一発合格者の数っていうのは少なくともレックの中であまり変わってないんです。だいたいクラスの1割ぐらいです、全体の、うん、5000人とかね、まあ、5000人ぐらいの今もね受験者になってきてますけど、でその中で特許庁が発表している一発合格者の数ってだいたい20人ぐらいでしょ毎年、うん、でまあ、レックはパンフレットにね載ってますけど5人に4人はレックの出身者っていうことで、だいたい16人ぐらい、20人いたら16人ぐらいはレック の出身者なんですけどレックの、ね、出身者なんですね。だからだいたい全体の1割ぐらいですかね、だいたい全体クラスの、まあ、そのクラスにもちろんよるんですけど、うちみたいにちょっと大きなクラスだとね1割っていうことになるともうほとんどそれを占めちゃうからちょっと1割切っちゃいますけど、それでもだいたいどのクラスよりも、まあ、1番か2番ぐらいかな、Lタワーとうちがだいたい同じくらいの一発合格者の数です、一番多いです。でもLタワーとうちとだと初学者の割合がうちの方が少ないんですね。120人いるんですけど、例えばLタワーで100人本当に1年目の方がいらっしゃるとするじゃないですか、1年目じゃないベーシックの方がね、でその中で本当に今度受ける試験が1回目の試験ですって言われる方は少なくともね7割はいると思うんですよ。だから言ったらまあ後の3割ぐらいは再受講組の方ね、勉強経験が終わりの方、受験経験が終わりの方。でもうちのクラスだと100人いたら本当に初めて受験の方ですという方は 3,4 割しかいないんです。ほとんどが再受講組の方です、うちのクラスは。再受講とか、まあ、他の予備校で勉強経験が終わりの方、うちのクラスで再受講というよりも去年はエルタワーでやってました、渋谷でやってました、でも、まあ、うちのクラスで月はやりますとか他の予備校でやってましたという方多いかな、うん、でそういう方たちがほとんどなんですよ、半分以上なので、その中での一発合格者なのでそういう意味では必ず1割は越してるんですね、うん、でその
1割以上のその合格者を確保できるのは何でかっていうと、ここのリンクなんですよ。担当の勉強が今の時代だと論文に活かせるから、だからそのまま論文も突破できるんです。書き方さえちゃんと1年目の論文基礎力完成講座っていう水曜日に今度は木曜日かな、木曜日に論文基礎力完成講座というのが入っていくんですね、7月の末ぐらいから。でそれで論文の書き方を学んでおけば担当の知識でカバーしていく。文章力とかそういう試験ではないんで、論文試験といっても、この試験の論文っていうのは書き方っていうものが決まっていて、でその書き方にのっとった知識を入れていく感じなんですね。でだからまあ言ったらちょっと器と水によく私例えるんですけど、器を作ってその中に適度な水を入れていくっていうような形になります。で器っていうのがいわゆる論文の書き方で、水っていうのがいわゆる知識なんですね。で知識の 90% ぐらいはこれは担当イコールの知識になるんで、あとの1割っていうのは例えば趣旨を書かなきゃいけない問題って担当ではないし、そういう基本問題に関してはないんですけど、それ以外に関しては基本的に担当知識がものを言いますから、そこの勉強がきちんとできれば、あと書き方を学ぶことでそのまま抜けちゃうんですよ、担当合格者って、だから今うちのクラスの方たちなんかでもね、担当の勉強がちゃんと進んでいればそのままこの子論文も行くだろうなっていう人は結構いらっしゃいますけど、いくら論文の勉強いっぱいやってるなって見てても担当の勉強が進んでないと多分受からないだろうなと思います。そのまま担当が受からないだろうな、そしたらまあ論文に行けないじゃないですか。ですからそこはですね、書き方っていうところは論基礎でやるんで、こちらの方はまあそっちでやるしかないんですけども、知識部分っていうのは担当の勉強でやれますから、きちっとここの力をつけていくってことがすごく大事なんですね。でこの担当の知識っていうのは大体私の目安では45点です。60点満点中の45点、これで論文突破いきます。数年前にレックが大体その論文の通過者の担当のその点数を調べたことがあるんですけど、45点のところで8割を超えたんですね、論文の通過率、で逆にボーダーで受かった人、39点ボーダーなんですね今、39点で受かった人はなかなか論文突破できないです。そういう因果関係が実際にあります。そこを三尺して合否決めるわけじゃないんですよ、特許庁は。別に全然切り離すんだけど、結局知識足りないと論文受からないんですよ。だから担当の勉強ってのはすごく大事なんです。受かり方っていうのがすごく大事なんです。でもっと言うと、その数年前の時は今の担当の試験みたいに足切り制度もなかったし、難易度的にはもうちょっと優しかった時代だったので、今で言うとだいたい42、3点ぐらいで8割超えると思います。論文の通過率45点まで取れてなくても。だけどもうちのクラスでは45点を一応目指します。だって45点目指してて45点は取れないでしょ。だいたい目指してるところも若干やっぱ8掛けぐらいの点数は落ち着きますから、だから42、3で最終的に突破してくれればそのまま論文行くだろうなって見てますけども、だけども目指す勉強量としてやっぱり45点ぐらいは皆さんに提示していますので、それを受かるだけの力をねつけていきたいと思っています。で次に、5番目ですが、考えることを放棄しない暗記に頼らないってことですが、暗記苦手ですという方 99% そうだと思います。受験生のうち、たとえ文系の方でも私得意ですっていう人はかつて私受験生の中で一人しか聞いたことがないです、その一人今ここで合格してること方ですけど、バイトしてるので、もし興味があったら話聞いてみたらいいと思いますけど、そんな人いないですから。普通文系の方でも多分苦手ですって皆さんおっしゃいますよ。で理系の方だからなおさら、あんまりそういうね勉強好きじゃないと思うんですよね。考えることは好きでもね。だけども私は法律の勉強っていうのは暗記ではなくて論理的な思考力だと思ってます。つまりちゃんと物事を論理的に考える方が法律は強い。必ず条文には趣旨っていうのがあるんですね、目的ですよね。何のためにその条文があるのか、でその趣旨を全うするための要件があって、で趣旨を全うするために、その見合うだけの効果が発生するわけなんですね、で例えばですね、
特許出願をすると出願人の意思にかかわらず1年6月経過後に出願公開という形で出願の内容がオープンにされちゃうんですよ、うん、でも出願の内容がオープンにされちゃうと出願には嫌ですよね。秘密にしておきたい。なぜならば第三者に実施の機会を与えてしまうから。真似されて特許発明にかかるものを真似されて実施されてしまいますよね。だからできるだけ秘密にしておきたいし、ましてやまだ出願中ですから特許権者と言えないので、そうすると誰かが、ね、勝手に実施しても差し止め請求、その行為やめろっていうこともできないし、損害賠償請求もできません。だから登録になるまで、特許になるまでは指くわえて見てないといけないってことになってしまうんですね。だったらオープンにしないでよって言いたいですよね。だけどもオープンにしなければ、たまたま、ね、他人がもう出願済みのものに対して自分もたまたま同じ研究をしてたり、たまたま同じ出願をしようとしてたり、ね、たまたま同じ発明に投資をしようとしてたりとかするので、重複研究や重複投資、重複出願というものが出てきてしまうんですよ。長い間はブラックボックスにしておくことによって。だけどもう他人が出願をしている発明を早めにオープンにしてくれれば、そういうこと防止できるじゃないですか。オープンにしてくれたタイミングで、あ、今もうやってる研究これやってしまっても、ね、出願できないわって気づくわけだし、ね、あ、この発明出願してももう抗がん、ね、あの後から出したものは拒絶されますので、あ、取れないわって分かるので、そういうメリットがあるから出願公開っていうものは大いに意義があるんだけど、でも出願人からすると第三者に真似されてしまうのでやめてほしいですよね。あんまりオープンにしてほしくない。ですから公開制度を導入すると同時に、登録前までの実施なんだけども、そこはライセンス料相当額の金銭の賠償を請求できるよっていう制度、保証金請求権制度ってものを設けたんですよ、うん、ですから保証金請求権制度の趣旨っていうのは、出願公開によって出願人に生ずる不利益の補填なんですね。出願公開によって不利益を生ずる、だからそれを補填します。だから保証金請求権を発生させるための要件は、その趣旨によって公開っていうのが絶対的な要件なんですよ。公開が要件になる。ですから趣旨があるからこそその要件が出てくるので、そこには強い因果関係があるんです。だから物事をまず趣旨から学び、でその趣旨を全うするために要件があるので、要件があって、その要件があった時にそこで不利益の補填という形で、じゃあどうしたらいいんだということで、じゃあお金で解決しましょうっていうライセンス料相当額の保証金というものを払えと言えるという形の、まあ効果なんですね。ですから物事を、まあ趣旨から学び、要件効果って学ぶことは、物事を論理的に考えられる頭があれば暗記っていうものが楽になるんですよ。趣旨がちゃんと理解できれば、で公開要件、公開要件って借子定規に覚えるんじゃなくて、趣旨理解してれば、あ、公開要件だったよね、だって趣旨で公開による不利益の補填なんだからっていうふうに言えるじゃないですか。ですから暗記量を減らすことは考えることを大事にすることなんですね。でそれをきちんと入門講座でやります。入門講座っていうのは唯一きちんとそのベースとなる趣旨から勉強ができる講座なんです。でそこをベースを作っていくことによって、実際担当で出るのはどんな要件がどんだけあって、どんな効果が発生しますかってことを細かく聞いてくるんだけど、そこに至るまでのベースができることで暗記量を減らし、確実に定着させることができるので、なので入門講座がまあ大事だってまあ冒頭で言ったんですね。で次に、まあ6つ目ですが、有限にして完成度を高めると、まあ、これはですね、さっき の, その一元化っていうところ、レシピもそうなんだけども、自分でどん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 やっぱり 手を広げると、だんだんやっぱり合格から遠のくっていうのは確実です。でよくあの弁理士試験に向いてるかどうかとか、弁理士になって活躍できるかどうかとかっていう相談、まあ要は仕事ベースの相談を受けるんですけど、私が一番まあ弁理士になって、この人弁理士に向いてるなと思う人は、研究開発職の経験がある方ですね、うん、要はあの弁理士っていうのは人がした発明なんだけど、それをできるだけ正確に発明者と同じぐらいのレベルで一番吸収ができて、でそれをまあ要は書面にして特許所に提出するっていうのが主な仕事なんですね。だから発明者と同じ要は経験があった方が理解しやすいし、
例えば一つの技術的な話を聞いても、その実施例とかですね、どういう製品にこう発展していくのかとか、そういうことのイメージがつきやすいんですよ。要は一番いいのは共同発明者ぐらいのレベルにあることなんですよ、理想を言うとね。ですから開発経験とか研究職にある方が一番本当はポテンシャルとしては高いと思います。弁理士になった後に活躍できるっていう意味でね。だけどもですよ、合格するに、短期合格に際しては一番気をつけなければいけない人たちなんです。なぜならば研究開発職の方って当然何か疑問が出てきたりとかすると、解消するまで調べるでしょう、考えるでしょう、時間をかけるでしょう、そこに時間勝負なんですよ。1500から2000時間で受からなきゃいけないんだから、考え込んじゃダメ、自分で調べちゃダメなんですよ。分かんないことがあったらすぐ相談して、分かんないことがあったらすぐ聞きに来る。私を皆さんの辞書のように使える人が一番早く受かる人です。もう持ちは持ち屋なんですよ。それがきちんと割り切りでできる人、自分で調べないと気持ち悪いわと思ってもそこを断ち切れる人ですね。だからもし研究職とか開発職にある人はそれちょっと気をつけてみてください。そういう性分なかなか治らないんだけどね。でも気をつけるだけでだいぶ違いますよ。で次に、7番目ですが、合格までは弱点を埋める勉強、合格は長所を伸ばす勉強、まあ、これは今の話につながるんですけど、合格後に必要とされる能力っていうのはそういう探求心なんです。好奇心、探求心。でも合格するまでにはそれは足かせになるばっかりです。ですから合格するまでの弱点っていうのは合格後の長所だから、ちょっとあべこべのことをしなきゃいけないんですよね。勉強としてもそうだし、まあ、自分の気持ちの持ちようとしてもね。で次に、迷ったらすぐ相談、間違ったらすぐ修正っていうところですが、まあ、今言ったようにですね、なかなかやっぱり自分だけで解決しようとすると長くかかります。何のために私がいるのかわからない、で私はやっぱり二人三脚っていうのが一番大事だと思っているので、私は私の役割、つまり難しいことを分かりやすく説明するということと、皆さんの自習学習も含めてプロデュースをするということです。計画を立て、ね、これこれこうしてっていう指示書を書くことが私の仕事なんですよ。で皆さんは一番の仕事は時間を確保することです。皆さんの時間は皆さんにしか確保できないから、例えば、ね、夜は仕事が遅くて勉強できないんだったら朝1時間早く起きましょうだし、今まで通勤時間音楽を聞いてたんだったら私の講義音声を聞いてくださいだし、そういうヒントを与えられるんだけど、実際やらなきゃいけないの皆さんなので、そういうことに関してはきちんとやっていただきたい。でそういう相談も受けていきますので、で Q大フォローにね、そのパンフレットの上に書いてありますけども、うちのクラスでは1ヶ月に1回フォローアップ相談会というものを実施しています。でフォローアップ相談会っていうのは、まあ、そういう勉強法だったりとか、まあ、就職の相談だったりとか、個人名を出さずに相談カードっていうものを、まあ、書いていただいて、で私が、まあ、こうまとめて相談に乗るって感じのものなんですね。で大体みんな同じような悩み持ってるんで聞きたいみたいで、別に任意なんですよ。残っていただかなくて全然いいんだけども、講義後の5時ぐらいからやるんですけど、大体帰られないですね皆さん、で、まあ、自分が出してなくても人の相談を聞いてなんか楽しみにしてるって皆さんおっしゃってるので、まあ、そういうような形でね相談を乗ることもできますし、まあ、もちろん講義後に相談乗っていきますので、迷ったらすぐ相談っていうのも短期合格には大事なことです。で次に、要件は全て満たさなければ効果は発生しないと、言われたことは全部やる、都合よく取捨選択しないと、まあ、これはそうですよね。私がスケジュールに出すこととかお話をして、これこれこうやってくださいっていうことは全てミニマムなんですよ。つまり最低限度のことなので、その中から要件を変えてしまうと、やらないことが出てきてしまうと当然効果出ないんですよ。1年で合格するっていう保証が出てこない。ですからきちんとですね、ちゃんと言われたことは全部やってほしい。スケジュールで飛ばし飛ばしやってたんではなかなかやっぱ結果は出ないので、全てやってもらいたいと思ってます。それはもう条文の効果と同じで、最後、まあ最後まで諦めないっていうことですけども、私は自分の性格上あんまり精神論的なことは好きではありません、
なんていうのかな、頑張れば受かるよとかっていうことは言いません。だけども実際長い戦いなので、で5月に始めて試験は次の5月ですから、本当に 一次試験までも丸1年勉強することになるんですね。ですから当然やっぱりモチベーションが落ちる時期もありますし、やる気がなくなったり、まあ、体調悪くなったり、いろんなことが出てきますよね、うん、ですからやっぱりずっとハイテンションでハイペースで進められるっていう人はいないっていうことをまず前提とした上で、それでもねやっぱりその低空飛行なりに飛び続けるってことが大事なんですよね。で私もそうでしたけど、自分一人で勉強してて、家でなんかこう通信講座とかなんかやり取りが全くない形でやってるんであればね、多分気分落ちたらそのまんまだと思うんですよ、うん、だけどもやっぱりできるだけやっぱり通学で、まあ、こう通われたりで、通信でもこう生講義収録なので、まあ、その時期時期によって私がいろいろこう話しますよね、生講義で、まあ、その時期に応じたなんか話をするんですけど、でそういうなんかその講義、まあ、私たちにこう、ね、こう寄り添うことでやっぱそのモチベーションが上がったりすることもやっぱありますよ。同じ経験してますから、どの時期にどんな状態になるのかっていうのは当然経験則上分かってるので、なので例えば今ちょうど年明けじゃないですか。で年末にね、毎年道場っていうちょっと特別講義をするんですよ。で今年は私はレベルチェックテストっていうものを実施して、年末の状態でどれくらい知識が定着してるか、レベルが上がったかってことのチェックテストをしてもらったんですよ。でレベル1からレベル5までの難易度に分けて、で大体私の予想だとレベル3まで行ってたらまあまあいい状態だよと、でレベル4まで行ったら万々歳だよみたいな感じでやったんですよね。で当然レベル2の人もいるわけじゃないですか。そうすると結構モチベーション落ちますよね。でそうすると年明けこの時期になって、出てこられてもですね、こう多分ドヨーンとした感じなんですよね。でも代わり見れば あんまりいい状態じゃないなってことは分かるんですよね。でもやっぱりその人たちに対してどういう話をしたかっていうと、実際その5月から始めますけど、担当だけの合格を考えた時に、じゃあ1年いりますかっていうと、実際12月開校の冬制っていうのがレックにはあるんです。だから先月開校したんですよね。でそれで担当だけ受かりましょうっていうコースなんですよ。で春生は1年ベーシックは論文まで受かりましょうなので、ちょっと長いスパンをかけてやりますけど、担当だけって考えた時には冬生でも間に合う前提じゃないですか、だからまだ今レベル2でもまだ冬生に比べれば少しインセンティブがあるわけですよね、だからまだ間に合うんだよって話をしたりとかしてるんです。先週とかね、ちょうど冬休み明けなんですけど。ですからそういう時期に応じてやっぱり私たちがそのいろんな話をこうしていくことで、皆さん そのちょっと落ち込んだモチベーションを上げてあげたりとかもできるので、そういうこともやっぱり含めての1年間なんですよね。やっぱりこう波があるのは当たり前なので、それでもやっぱりなんとかかんとかついてこられた人は最終的にはね、やっぱり結果を出してきますので、最後までやっぱり諦めない、途中でやっぱり脱落しないってことは実は一番大事なことです、あんまりねこう頑張れば受かるよみたいなことは言いませんけど、だけどもやっぱりそれなりに方法論を示しながらね励まし続けますので、ちょっと長いねお付き合いになりますけども、しっかりとねついてきていただければと思います。はい、ではですね、今日ちょっと例示を出しながら見本を見せながらちょっとお話をしてきましたけども、実際レシピ集とか、あと N プロシートスケジュールなんかは実際 の合格者の方のものとかも後ろに展示してありますので、ぜひちょっとお手に取ってご覧いただければなと思います。うちのクラスオリジナルで、うちのクラスしか手に入らないものなので、しっかりそれをね使って短期合格していただきたいなと思っています。はい。で、あとですね、ちょっと最後なんですけど、うちのクラスにはオフィシャルサイトと、うちのクラスにはというか私のオフィシャルサイトと
で、 LINE アットっていう、分かりますかね、 LINE で皆さんからの返信を受け付けないっていう、ちょっと感じ悪いんですけど、私からいろいろちょっと情報を発信するっていう LINE アットなんかをやってます。多分レジュメに挟んでるのがあると思うんですよね。ちょっと私の写真入りで QR コードとかついたものが多分あると思うんですけど、そうそう、今お手元にあるやつね。で、それで、見られた方もいらっしゃるかもしれないし、ノートミミアって入れていただければ Google とかで検索がすぐできると思うんですけど、そこにちょっと私がつまらない、ちょっと日記的なものを書いてたりとか、でうちのクラス、チューターがいるんですけど、チューターってジャックって呼ばれてるチューターがいるんですね。面白い男性の講師なんですけど、でその方のちょっとブログみたいな、ね、記事だったりとか、ちょっと息抜きになるようなことも書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、では今日ね、ちょっと寒くなって、もう夜になるので、もっともっと冷え込んでくる中、来ていただきましてありがとうございます。でこの後、もし、ね、何かご相談があれば、ちょっと冒頭にお話ししたように個別相談の時間を取りますので、お声かけいただければと思います。はい、では今日の講義はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。